ハロつけ麺ツーイストよいしょはい、今日は質問コーナー回答編回答キットですはいいただきました1週間で約150件ぐらいおおめちゃくちゃ来ました ねありがとうございますいや嬉しい限りですね今回はもうその質問に対してもう回答していこうかなと思いますはいまあなんか似たようなコメントはまあ一緒にして、うん、早速いきますか早速いきましょうよはい、はい、記念すべき第一発目のコメントいいですかはい、はい、どうぞお願いしますずっと続けていける給料もらっているんですか。ああずっと続けて給料もらってるんですかってことか。うん。YouTube からってことですよね。給料はもらってます。はい、もらってまーす。はい。3周年おめでとうございます。彼女にするなら年上？年下？あ年上。年下。年上。年下。結局皆さんが一番好きな食べ物って何ですか。肉。肉。そば。ラーメン。つけ麺図の投稿ペースが上げていますが編集はどれぐらいでやられていますか毎日かな毎日皆さんの初恋はいつですか小学生幼稚園あ幼稚園かな俺も中1今好きな曲を教えてくださいあの YOASOBI あーいいね YOASOBI の開発アニメの主題歌なんです俺はねフローのサインが最近は懐かしそうですねナルト20ああ20これそうそうそうリッスンああビヨンセね永久じゃないですかリッスン永久とかじゃなくて4人が好きなおすすめな漫画やアニメを紹介してほしいワールドトリガーおすすめですああ面白いね俺はね最近ハマってるからナルトスラムダンク北斗の拳おすすめできますかそれ本当にいやもうあのオールドな人に YouTuber として気をつけてること体重維持する秘訣俺はにぎやか感にぎやか感にぎやか感のワイワイ感YouTuber っぽいテンポ感ですね自分はうーん分かるよテンポ感誠実性清潔感歌ってみたい曲や踊ってみたい曲はありますか踊ってみたいっていうのがそもそもないからなあれじゃないですか最近ダイナマイトとかあやってるからね BTS ね、うん、4人でダイナマイト踊りますはいいろんな大食いをしてきた中でこの大食いは過去一きつかったなーって思ったもの私の予想キュウリって書いてあるあキュウリきつかったなキュウリいなかったんですよねキュウリかなキュウリメンバーのいいところは聞きたいことがあるのでメンバーへの不満直してほしいところが知りたいですあーリーナの口笛夜吹くと泥棒が来るのでやめてくださいあ、3人のお酒の失敗談を聞きたいです僕は1年の間に財布と携帯を3回なくしました3人の座る順番の理由を知りたいなんとなく特にないよねなんとなくやんな、うん、これに慣れすぎて道歩く時もこの順番です基本ねうん今までで一番好きな企画は外で遊ぶ系ですあーボール系俺アニメクイズかなああ俺あの旅行系ああ賞金出る系企画はどんな感じで決まるんですかネタ会議で決まりますはいですかほんじゃこれいっとくわはいはい、皆様は温泉は好きですか今まで入った温泉で一番良かった温泉があったら教えてください大町温泉郷ってとこあるんですけど、うん、そこよく行ってたんですけどおすすめです、新潟の月岡温泉、友達と自転車で通ってたまどかっていう温泉実家の近くの銭湯お部屋の景色がどうなってるのか見たいですどんなカメラ照明機材なのかとか見てみたいですおおそこにドーン照明あってカメラドーンってありますそうまあこんな感じやなそんな感じでこんな感じでーす眩しいやん眩しいですただただ眩しいうん毎日投稿すごいですコツはありますか台本とか編集とか毎日のタイムスケジュールが知りたいです台本はないね台本はない、うん、編集はまあそれぞれやってる12時に集まって、うん、まあ夜の6時とか、うん、遅いとまあ8時9時ぐらいまで撮影してるって感じはい、はい、つけ麺図の一押しのラーメン屋さんを教えてください
よかったら動画のラーメン屋グランプリを見てください。はいはいはい。食べる系で一番食べた動画は何ですか？あと飲み動画で二日酔いになるほど飲んだ動画ありますか？ごまつけ麺。あー、6キロだっけ。 あれやばくなかった？やばかったね、あれ。3人で挑戦するはずだったんだけど、無理すぎてビッキーにもお助けしたんだけど、かなりそれでもきつかったって。確かに。今プレゼントもらうなら何が一番欲しいですか？ PS5。 Apple Watch。 あげますよ。え？ YouTuber じゃなかったらどんな職業に就いてましたか？俺先生になりたかったから先生になってたかもしれないです。自分も先生になりたかったんですよ。俺多分もうね、外仕事とかしてると思う。とか飲食店とか。ホームレス。嫌いな女子はどんな女子ですか？女子と女子ですっごいギスギスしてる女たち。連絡を返さないやつ。あったんやな。俺苦手なのがピエンとか使っちゃう子。ちょっとついていけない。3人の血液型を教えてください。 A 型です。 B B 型です。 A 型です。最近デートとかしてますか？またどういうファッションをした女性が好きですか？なんか高円寺とか下北にいるような子。古着系。そうですね、自分あれですね、新宿にいそうな女の子がいいですかね。量産型。そうですね。なるほどね。地雷系とかそっちの方が好きですね。そうなんだ。俺は最近メイド服とかが好きだなって聞いてました。メイド服はいいですよね。メイド服はいいですね。生きているとすごく嫌なこと、辛いこと、ストレスがあると思います。そういう時皆さんはどうやって発散しますか？俺は映画を見ながらお酒を飲む。俺も YouTube 見ながらお酒を飲む。これ多分ストレス感じないタイプだと思います。そもそも。得意な大食いと苦手な大食いってありますか？教えてください。得意な大食いは俺ラーメン、苦手なのは甘いの。俺それの真逆かもしれないですね。甘いのと苦手なのはラーメンとか。自分得意なのはなんか餃子とかそういう系の一口系のやつで、苦手なのは甘いのですね。得意なのはバーガー系、苦手なのはやっぱ甘い系かな。甘い系です、グループ名にキャッチコピーをつけるとしたらどんなキャッチコピーをつけますか？いやこれ考えたことないわ、ね、ウームでなんか紹介してもらった時は青年 YouTuber。 そうそう、なんか高青年みたいな感じだったね。確かに高青年って感じですよね、年齢別高青年 YouTuber とか。企画以外でデカ盛りを食べたことがありますか？そうだ、キング牛丼ぐらいですよね。俺もキング牛丼はプライベートあるわ。じゃあキング牛丼。お三方それぞれの役割、一尊天然、阿部ちゃんまとめ役、翔ちゃん盛り上げ役があるように感じるのですが、それは意識してやっているのですか？自然です。はいはい、はい。コメントはほとんどしたことなかったのですが、いつも楽しく拝見しています。質問、はい、青カップは常備されていますか？私はつけ麺図の影響で青カップを常備するようになりました。俺らの動画を見て今青カップを常備するようになってんで。家ではないな。まあな、ないっすね。店にあったら絶対食べるけどな。だからリアクションなのかもしれないですね、俺ら。美味しいっていうのは。皆さんのフルネーム、生年月日、血液型、兄弟、出身地など改めて教えてください。個人情報だ。こっちはフルネームだけ言うか。フルネームだけ。磯田和正。遠藤ジェームズ翔太です。小川響です。阿部拓也です。こんな店員は嫌だをテーマに議論してくれるとよかですって。よかですね。こういう店員は嫌だ。コンビニとかで言うと小銭をプエって投げる人は嫌ですばい。嫌ですばいね。はい。ラーメンのスープとかに指入れて持ってくる人。実際にいますからね。指入れてこうやって持ってくる人。これ本当に嫌ですよね。確かに。なんか敬語使わない人嫌だっていう人いますけど、俺結構なんかフレンドリーな店員さん好きなんですよね。どういう感じの話しかけ方にもよりますけどね。芸能界とか興味ありますか？ある。あるあるある。まあ全然ある。一度だけ過去に戻れるなら何歳の時に戻りたいですか？14歳。0歳。16。3人の夢を知りたい。3人の夢。夢。
世界征服です。お金持ち、かっこいい大人。もしもメンバーがこれをしたら解散しますというぐらいの出来事があるとしたら何でしょうか。なんだろう。金盗むとか。ああ、犯罪ですよ、ね。まあな、うん、犯罪を犯しちゃダメですよ。そうね。金盗むな。金盗むとかね。マジで声かけられたことありますか。声かけられたら声かけていいですか。もちろん。メンバーの中で誰が一番モテますか。俺かな。俺かな。俺かな。じゃあやっぱ俺。こうなるから男の中でね、こういう風になると、うん、納豆を混ぜるときは右回りで混ぜますか左回りで混ぜますか。右俺左やわ。こっちはどう。そっちは右やんな。右俺左やわ。右どっち。右どっち。そうやな、俺右やんな。俺右。俺左やわ。入らなくないですか、こっち側。分からん、俺左やわ。へぇ、男として一番大きい人は誰。どういうこと。まあだから男としてな、その身長じゃなくて何がってこと。男としてこの人大きいっていう男と。俺です。多分それぞれ自分が一番やと思ってます。一村、うん、は YouTube だけの収入で生活しているの。してます。最後の質問です。はい、はい、今まで付き合った人数は数えてます。4人です。俺も4人。俺5人ぐらい。6人ぐらいかな。いや今もっといっぱいいる感じの。手何本いった今。3本ぐらいです。6人ぐらいです。6人。あ、リアルに。はいはいはい、ということで、うん、まあなんか中にはちょっと答えられなかったコメントもありましたけども、うん、はい、そんなにね質問いただけるとは思わなかったね、うん、いやほんまに嬉しい、うん、嬉しいでしかない、うん、じゃあまた1年後に、ね、質問コーナー、はい、しましょう。第4回を。それでは今日はありがとうございました。ありがとうございました。この動画を最後まで見てくれてありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録とグッドボタンぜひお願いします。お願いします。 Twitter と Instagram のフォローもお願いします。バイバイ、バイバイ。